どうもおはようございます。エホバの証人の皆様、今日もありがとうございました。ご訪問いただきました。今回のご訪問ではね、こういうレターを用意していただいて、中に2つのこうはがきみたいなのが入ってましたね。で、1つですね、無理ないようにお越しくださいということで招待状があって、後ろの方にはね、良いパパになるにはって書いてますね。今日はこれを紹介しましょう。子供の成長とともにどう接したらよいかわからない時があるでしょうか。ある父親は子供との時間を幼かった時と同じように過ごすなら安心して話をしてくれる、忙しいとそれを感じ取って他のところにつながりを求めるようになってしまうかもしれませんと言っています。どう思われるでしょうか。まあ、言葉の意味が全くわかんないですけどね、これはね。お父さんは毎日問題や不安から家族を守っておられることでしょう。お忙しい日々の中でも子供と上手に関わるヒントが聞けますということでね、 QR コードでなんか聞けるみたいです。ちょっと聞いてみましょうか。ここにスマホがありますんで、これでですね、 QR コードを取るアプリがあって、これで最近はね、こうやって聞くことができるのかなと思いますね。うん、そうするとエホバの証人さんのそのページにつながるんですよ。聞こえませんね。あ、なんかイヤホンの方につながってる。なぜかイヤホンが。聞こえないですね。もう一回再生しましょう。同じように褒めるのです。あ、聞こえますね。聞こえなくなりました。あ、イヤホンの方に行った。何でしょうか、これは一体。まあ、こういうのがあるということと、悲しみ、苦しいの原因や将来どのような希望があるのかが QR コードで検索できますということでね。URL にどんどん飛ぶようになってますね。だから今ね、聖書を持ち歩かなくてもこのスマホでいろいろと取れるよってことですかね。はい、じゃあ今回以上にしておきましょうか。またいらしてください。ありがとうございます。